引っ越し先の落書き。よし、これで一通り終わったな。部屋の中を見回しながら、元長義彦は行った。更新を機に引っ越しを決めて、今日ようやく引っ越しが終わった。仕事が忙しく、片付けがなかなか進まず、それでもなんとか間に合わせたものの、引っ越し業者が来るのが遅れ、今ようやく、 荷物の整理が終わったのだった。もう九時か。腹減ったな。明日は月曜日だが、片付けが終わらなかった時のことを考え、休みにしてある。夕飯と一緒にビールでも飲み、ゆっくりしようと、近くのコンビニに向かった。買い物から帰ってくると、Wi-Fi をつないで、タブレットで映画を見ながら、食事とビールを楽しみ、 十二時過ぎにはベッドに横になった。ん翌朝、目覚めると八時を過ぎていた。一瞬焦ったが、すぐに休みだということに気づき、そのまままた、頭を枕につけ、五分ほどぼーっとした後、ベッドから出て歯を磨いた。んなんだこれ 午前中はのんびりし、昼食の後、収納スペースの中を整理していると、何か文字が書いてあるのに気づいた。昨日は、急いで荷物を入れただけだったから、気づかなかったが、どうやら、以前の住人が書いたものらしい。こ、される、り、じ、ん、い、 だ、ま、せ。文字は、ところどころ消えており、読めない。落書きかよくわからないな。まあいいか。前の住人か、その前の住人かが、いたずられ何か書いたのだろうと判断し、特に気にせずに、収納スペースの中を片付け、のんびりとした日を過ごした。 ドン周囲も静かで、いい場所に引っ越してきたと思ったその夜、急に大きな何かを叩くような音が聞こえた。時間を見ると、二十三時過ぎ。隣人が何か落とすか何かしたのだろうかなんだ自然と息を潜め、物音を聞き逃さないように、一点を見つめながら耳を澄ませる。が、 何もあるはずはない。家の中から聞こえた音ではない。寝よう。しばらく経っても音は聞こえないので、隣人が出した音だろうと思い、再び目を閉じると、ドン。また聞こえた。どうやら、隣人が壁を叩く音らしい。なんだよ。イライラしたが、今日たまたまかもしれない。 そう言い聞かせ、イヤホンをして音楽をかけると、そのまま眠りについた。翌朝、完全に眠りの落ちるまで30分ほど、ずっと一定間隔で、ドンという音が聞こえていたのは覚えているが、朝7時の今の時点では、音は聞こえない。なんとなく納得のいかない部分もあったが、なんやかんやと理由をつけて、自分を納得させ、 準備を済ませて仕事に向かった。その日の夜、二十三時を過ぎて、なんとなく緊張したが、今日は音は聞こえない。やっぱり昨日のは何かあったのかな。急に緊張が解け、体の心もリラックスしたと思ったら、腹が減ってきた。この時間に食べるのは、と思いつつ、元永はキッチンの棚からポテチを持ってくると、 お茶を飲みながら一袋を開けた。まあ一時か。そろそろ寝よう。どん。うわ完全に油断していたため、思わず声が出た。またかよ。どん。どん。何なんだよ。そんなに音何度も出すか、普通。壁を叩く音はやまず。 しなくなったと思って寝ようとすると、その度に叩かれる。まるで、元長の動きを見ているかのようなタイミングで。元長は一瞬、自分が何か音を出しているのかと思い、あたりを見回したが、やはり何もない。いい加減にしろよ。壁を叩き続ける音に、さすがに我慢できなくなり、元長は隣人がいる方の部屋の壁を、 一度だけドンと叩いた。いい加減にしろと、大きな声でも出したいところだったが、そこはぐっとこらえて、壁を叩くだけにとどめた。静まった。叩く音はしなくなり、黙ったかと思った瞬間、インターホンを押す音が聞こえた。心臓が飛び出すかと思うほど、ドクンとした後、全身に不安と恐怖が駆け巡り、 体が震える。できるだけ物音を立てないように玄関に近づき、ドアスコープから外を覗く。声を上げそうになるのを必死で抑えたが、びっくりして後ろに飛びのいた。ドアの向こうには、隣人がいた。睨みつけるでもなく、冷たい目でじっと、ドアスコープの中を見ている。元永は、 慌ててドアスコープをガムテープで塞ぎ、外から中が見えないようにすると、部屋の中に潜り、そのままベッドに潜って目を閉じた。翌朝、玄関前で見ていこう、ドンという音も、インターホンを鳴らそうとも聞こえなくなったものの、眠ることができないまま、仕事に行くことになった。一体何なんだあの隣人。そんなことを考えながら電車に揺られていると、 眠ってしまい、気づいた時には、二息乗り過ごしていた。急いでおり、二息分戻ってくる時に、ふと気づいた。あの文字、こ、されるって、殺されるってことか。前の住人も、今の僕と同じような目にあって。そう考えると、急に不安が襲ってきて、 元長は管理会社の連絡先を確認して電話し、事情を説明した。管理会社は、対応しますと言ってくれたが、その日の夜も、翌日も、そのまた翌日も、夜中に壁を叩く音は解消されず、元長は、寝不足と不安とイライラで、自分が何をしているのかわからなくなってきていた。もう、いいんじゃないか。 管理会社にも行って、ここまで我慢して。正当防衛だ、これは。気づくと、手には包丁が握られ、足は玄関の方に向かっていた。僕は、何を自分が自分で亡くなってきている。そうだ。あの文字。 病院に行ったところで根本的な問題が解決しなければ結局元に戻ってしまう。あの文字には殺される以外にも何かが書かれていた。それがわかれば。元長は収納スペースの中に書かれていたもの以外にも何かがないか家中をひっくり返して調べた。すると収納スペースのドアの内側に紙が小さく折りたたまれて挟まっていた。 これ、どういう意味だそこには、壁に書かれたものと同じものが、消えることなく書かれていた。殺される、隣人じゃない、この家だ。今すぐ引っ越せ。隣人じゃなくて家この家に何かあるってことか。どういう意味 突然インターホンが鳴り飛び上がりそうになった時間は21時過ぎで今日はまだ壁を叩くこうともしていないしかし蓄えを頼んだ覚えもない忍び足でドアまで近づきガムテープをゆっくりと剥がしてドアスコープから外を見るしかし誰もいないなんだよ何なんだよ 隣人じゃなく、この家。この家元永は、突然理解した。頭の中に浮かんだそれが正しいのかどうかはわからない。だがはっきりしていることは、この家は、一刻も早く出なければならないということ。居ても立ってもいられなかったが、今ドアを開けるのは危険と判断し、部屋に戻ってベッドに入ると、イヤホンを押して、 タブレットで映画やドラマを見ながら、朝まで過ごし、夜が明けると、最低限の荷物だけを持って家を出て、実家に電話した。ひとまず、親に金を借りて引っ越す。それしかない。即入居家の家を見つけ、引っ越しの手配をし、引っ越しまでの二週間は実家で過ごした。新居に引っ越した夜、食事を済ませてコーヒーを飲みながら、 あの家のことを考えていた。元長が考えた結論はこうだ。あの家は、隣人がおかしいのではなく、家自体に何か、得体の知れないものがついており、隣人はそれに取り込まれ、おかしな行動を繰り返していた。ドアの前に立っていた隣人の顔が、怒りではなく、冷たく、正気のないように見えたのは、多分そのせい、 しかしあの家は、それだけでは足りず、元長のことも取り込もうとしていた。隣人を使って、疲労と寝不足で思考力と抵抗力を奪い、結果、元長は無意識に包丁を持って、玄関の方に足を向けるという状態にまでなった。そしてあの夜、ドアスコープの向こうに誰もいなかったのは、あのドアを開けるということは、家の支配を受け入れるということではないか。 つまりあれは、隣人ではなく、あの家が鳴らした音。もし開けていたら、自分もあの隣人のようになっていたかもしれない。そう考えるとゾッとする。もちろん、この考えが正しいとは限らないし、人に説明したところで、分かってくれるはずもない。だが、何か理由をつけたかった。 そろそろ寝るか。電気を消してベッドに入る。今度は音は聞こえない。元長は安眠できる喜びを感じながら眠りに落ちた。